はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはメタルマックス4、月光のディーバ。はい、ということで昨日は多分発売日とか読み忘れたんで、まあいいや、2013年11月7日にね、角川ゲームスが、2013年の11月7日に発売したタイトルで、定価は当時の税込みで、6980円となっています。消費税 5% ね。で、パッケージの表面を見ると、まあ、なんかね、女の人がなんかバイクに寝っ転がって、男の子が飛び上がってて、こうなんじゃこりゃって結構思ったね。ビジュアルで。まあ、右側の女性の人はなんか、服着てんのかどうかわかんない女の人が泣いてるみたいな、ちょっとこう、よくわからないパッケージに見えたんだけど、まあ、まあ一応ね、右側の女の人は一応服着て、まあ多分こうバスタオルじゃないよね。こうわかんないけど、ちょっと露出多いんだけども、一応服はちゃんと着てます。ということで。だからなんで泣いてるかわかんないし、この人誰かよくわかんないんだけど、まあいいとして。あとこうね、ロゴの、この月みたいな、何なんだろうな。これロゴの一部なんだよね、丸いのね。これ頭隠されてもちょっと気の毒なんだけど、左側の方はね、これ、少年がこれ一応主人公で、女の人はこれアンドロイドだったかな。一応こうね、で、こう、乗り物にもなるよっていう、まあ、ちょっとこの格好で乗り物っていうとちょっとなんか怪しいんだけども、一応そういう、まあ多分そういう風に見られることも狙ってこういうデザインにしたんだと思うんだけど、まあこういうね、バイクっていう、でもこれだとちょっとこう髪の毛の武器とかもバイクにこう、タイヤにこう挟まってガガガガガってなりそうな感じがするけど、まあまあちょっとゲームの中ではそういう表現もないんで、まあまあ OK でしょう、はい。ということで、右下にはね、エンターブレインのロゴがあり、左下には、プレゼンテッドバイカドカーゲームスともあるんですが、まあセロ C15 歳以上対象のアイコンもあります。で、側面を見ると、あ、さっきの主人公の男の子じゃなくて、右側で泣いてる女の人の顔の方がね、アイコン化されていてね。この人、まあいいや。で、縦書きでメタルマックス4、月光のディーバってあるか、まあ月光のディーバなのかな？月で頭もこうね、隠されてる部分もあるし、はい。で、角川ゲームスのロゴがあり、セロ C15 歳以上対象のアイコンがあります。で、裏面を見ると、文明の破滅した近未来に月光のディーバ降臨。とあって、まあ、だから月光のディーバっていうのはサブタイになってるけど、結構こう、ガンガン使っていくんだね。うん、で、全世界を、全世界を、壊滅し、人類を破滅に追いやった伝説の、大破壊から50年。冷凍睡眠により過去からやってきて、この時代に目覚めた少年ヒナタは、育ての親ギブを救うため、運命に翻弄されるがまま荒野に旅立つ。アンドロイドのサーシャが、語る真実。これアンドロイドっていうの、これね。で、月光の月姫ズティーヤとの出会い。あ、これがズティーヤか、あれか。で、そして荒れ果てた未知の世界で少年と仲間が目にするものとは、進化した戦車と犬と人間の RPG、今ここにとなっています。いろいろこう、わからないとこあるんだけど、まあ、一番多分わからないのが、今回プレイ動画の、ちょっと何分間行くかわかんないんだけど、正直ね、今回録画した範囲で、戦闘シーンはあるんだけど、いわゆるパーティープレイでの戦闘シーンまで行かなくて、だからまあ、ギブとの別れも何、ギブと救うと言われて、ギブを救うと言われてもね、ギブもいるしね、アンドロイドのサーシャもいるしね、みんな、なんかそういう感じの、不思議なプレイ動画になってるかと思います。はい。ということで、その下左側から、1、戦車やバイクなど多数の車が登場。進化した改造システムを駆使して、自由にカスタマイズしよう。で、2、3D 空間で白熱のバトルが展開。凶悪な、ウォンテッドモンスターを、撃破して、高額な、賞金と名声を手に入れろ。で、3、ドラマチックに展開されるストーリーやイベントに、花を添えるキャラクターボイスとアニメーション。これが新しいメタルマックスだ。ということで、まあ、1のあたりはね、やっぱメタルマックスシリーズの、まあ、ことに対する強化ポイントだし、2は、まあ、
なんとなくメタルマックスらしさ出してるのかな。で、3は、まあ、新しさってところを訴えてるのかな。まあ、はい、そんな感じです。で、その下にね、結構、あんま他のタイトルだとこういうのないんだけど、ゲームデザインとかね、オリジナルキャラクターデザインとか、名前が一覧ずらーっと書かれています。はい。そうね、開発会社名まで書いてあるのね。まあ、読まないけど、はい。で、ジャンルが、さっきね、戦車と犬と人間の RPG って書いてるのに、ここではね、ジャンルは RPG。で、プレイ人数1人用。セーブデータ数2。3D 映像の表示ありとなっていて、ネット関係は、通信関係は、任天堂ネットワーク、インターネットでコンテンツのダウンロード、有料となっています。で、コードが、CTRPAX4JJPN と TSACTRAX4JJPN の2つのコードになっています。で、パッケージを開けると中には操作説明シート、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、オープニングテーマのチラシかな?が入っていて、パッケージの中面には特に印刷はありません。で、操作説明シートを見ると、パッケージのね、表面と同じデザインなのですが、一応同じかな、配置も同じですね。まあ、若干上下こう切れる部分、上下左右の切れている部分がちょっと違うけども、まあ、同じ絵柄を使っています。だから若干この泣いているね、月光のディーバさんのね、って言っていいのかな。のちょっと胸元が余計見やすくなってるって、まあそんな感じだけども、まあまあ、あんま気にする人いないでしょうね。そういうことは。はい。で、開くと、左側ね、操作方法ということで、一応ここ4人パーティーというか、3人と1匹パーティーがこうね、下画面になってるような画面。まあ、Nintendo 3DS LL でね、一応こう配置が書かれていて、右側にはボタンのね、ボタンとか、まあ、スティックなりの、あれか、スライドパッドか、なりの、こう、操作方法が一通り書かれています。で、キャラクターがこういるけど、特にキャラクターのね、こう、どれが誰という紹介はないのね。まあ、この人たちがいるということがあるけど、まあ、左側のがサーシャです、ね。サーシャ?アンドロイドの、サーシャですね。で、真ん中がヒナタで、右側これ誰?この人、泣いてる人と同じなの?この人が、歌姫ズキーヤか。がこの人なのかな?ということは、左側の画面、スクリーンショットじゃないや、下画面のね、映ってる2番目のいるのがこの人ってことかな。うん。じゃあ3番目の男の人は、これは誰?まあ、書いてあるけど、まあまあいいや、読まなくて。で、最終ページを見ると、一応こう、まあゲームの舞台となってるところのイメージ、でもこれパッ、中面、あ、じゃあ違うか。まあ、イメージがあって、本ソフトの説明書についてということで、電子マニュアルへの誘導があります。で、コードが、MAACTRAX4JJPN となっています。で、ゲームカードを見ると、まあ、なんか暗い感じで、これどこなんだろう。廃墟なのかな。まあ、一応夜のイメージなのかな。で、ロゴがバーンと出ててね、やっぱ月がこう目立ちますよね。で、コードが LNACTRAX4JJPN となっています。で、クラブ任天堂のポイントカードは CNACTRAX4JJPN と振られていて、ポイント登録有効期限が2015年11月30日まで。で、チラシがですね、アイリスっていうのかな?フォースシングルワンダーランド2013年11月30日発売。渋谷なんだかさんですね。あずさに希望って書いてるの。あずきって言うのかなんて言うのか。まあいいや。
で、任天堂 3DS 用ソフト、メタルマックス4、月光のディーバ、オープニングテーマ、エッジオブヘブン収録。ということで、シングルだけど収録って、ああ、でもあれか。タイプ A、タイプ B、タイプ C っていうのがあって、まあ、それぞれ収録曲は、順番が違うのかな？順番は違うけども、ただ、このメタルマックスの曲を、エッジオブヘブンっていうのは、一応全部3曲目に入っていて、あとインストが6曲目に入る。タイプ C は7曲目か。まあ、とりあえず入っているということなので、よかったねってところですね。なるほど。で、アイリス、カラータンク6台。アイリスカラーの戦車モスキートがもらえる、アイリスフォースシングルに封入されているダウンロード番号を入力すると、ニンテンドー 3DS ソフト、メタルマックス4、月光のディーバで使用できる、アイリスカラータンク6台が入手可能。ダウンロードについて詳しくはこちら、ということで、メタルマックスのね、サイトが書かれているということですね。まあ、こういう連動企画があったということだけはわかるんですが、まあ、CD の絵柄とかの情報とかないんだよな。A、B、C でそれぞれどうとかね。まあそんな感じです。はい。そっか。CD より先にゲームが出てるっていう形なんですね。はい。で、コードが、SCA、CTR、AX4J、JPN ですね。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。